今日は久しぶりにくるみカフェにやってきました。まず最初に、僕は喉が渇いていたので、安くて量が多いジンジャーエールを注文しました。ちーちゃんにはただのお水です。ちーちゃんも喉が渇いていたようです。ちーちゃんにはチーズじゃが餅、そして僕はエビときゅうりの冷製パスタ、トマトソースあえというのを注文しました。トマトソースであえてありますが、まるで明太スパゲッティのような味がします。夏の暑い日は冷たいパスタは最高です。焼いたお餅の中にチーズとじゃがいもが入っています。日本犬にはお餅ですよね。今流行りのタピオカミルクティーを飲んでみました。僕もミーハーですね。タピオカはキャッサバという芋みたいな植物のでんぷんだそうです。なんでこんなのが流行るんでしょうか。
お店の看板犬にトイプードルが一匹増えていました。ではまた。